はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は印霊についてのお話をさせていただきたいと思います。印霊というのは細工装飾ですね。はい、どういうものかと言いますと、ここですね、この、はい、名前エルビスっていうロゴが入ってますね。このメーカー名の部分が印霊で入ってますよという話してると思うんですけども、印霊というのはここの木材をくり抜いてですね、ここに貝などの、装飾物をはめ込んで、で平らに磨いて、その上から塗装を拭くという、結構手間のかかってる作業なんですね。はい、これマーチンのウクレレですが、シールです。はい、シールでペタッと貼ってあるだけですね。貼ってから塗装をしてるので、濡れた手でさーって取れたりはしないんです。これもそうですね。はい、カラっていうメーカー名がシール、印刷、あ、シールですね。これカラっていうメーカー名がシールで貼ってあるんですね。で、シールで貼ってあるメーカーも多いんですが、このエルビスとこちらのオースティンでちゃんと印霊で入ってます。はい、あとこのサウンドホール周りのここです。はい、こういう装飾の部分ですね。これも印霊で入ってます。ここのところの板をですね、薄くくり抜いて、そこにこうやってはめ込んで、綺麗に平らにするために磨いて、それから塗装をするというふうな、手間のかかってることなんですけども、これ見た目的にすごくいいですよね。はい。で、この辺のポジションマーク。ポジションマークは大体が印霊が多いんですが、穴を開けて、そこにこのマークをプキンとはめ込んでるというふうな細工です。この横もそうなんですけども。印霊とシールの見分け方と言いますと、シールの場合はよく見るとこう台紙、周りのこう台紙というんですか、そういうところが見えたりするんですが、印霊の場合はそういう台紙じゃなく、もう木のところにピタッとはまってる感じですね。で、貝で入ってる場合、貝の印霊は角度を変えると光加減が変わります。こう模様がスッずっとちょっと変わったりするんですよね。わかりますかね。これちょっと動かしてみましょう。はい、変わりますよね。これが貝の印霊なんです。はい、ただ最近はですね、この指板に貼る印霊シール、これでもそういう風に角度を変えると色が変わるというシール、最近の技術はすごいんですけども、そういうものも発売されてます。だいたい印霊が入ってるものは高級なウクレレに多いです。同じメーカーでもグレードの高いもの、そういうものはこの辺の周りにも全部、貝の印霊が入ってます。はい、これオースティンの AT100 テナウクレレなんですけど、見てください。貝が贅沢にドバーッと入ってますよね。これ角度変えてみると光加減、色加減が若干変わるの分かりますか？はい、若干変わりますよね。これ貝でできております。はい、パッと見ものすごい高級なウクレレに見えますが、これリーズナブルな価格のウクレレなんですね。はい、あ、ここももちろん貝の印霊でできてます。はい、値段聞いたらびっくりすると思いますけどね。はい、 BJ のウクレレ講座、今回は印霊のお話をさせていただきました。この動画がいいなと思ったら高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに行く夜、音がない今、僕は忘れない。